ユーロ圏の9月の消費者物価指数は1年前に比べて 1.8% 上昇と2ヶ月連続で伸びが減速しました。 ECB がインフレ目標としている 2% を2021年6月以来3年3ヶ月ぶりに下回りました。項目別ではエネルギーが 6% マイナスと大きく下落したほか、サービスは 4% プラスで小幅ながら伸び率が縮小しています。また変動の大きいエネルギーや食品を除いたコア指数は 2.7% 上昇と、こちらも伸びが鈍化しました。